ファイナルファンタジーシリーズファブラノバ・クリスタリスファイナルファンタジーファイナルファンタジーレ式、シキファイナルファンタジーレ式シキはスクウェア・エニックスより2011年10月27日に発売されたプレイステーションポータブル用 RPG でファイナルファンタジー13を中心とする作品群ファブラノバ・クリスタリスの一つ2011年10月27日にプレイステーション ポータブル用ソフトとして、発売の際、e ストア1000で、各種特典付き、ファイナルファンタジー零式コレクターズパックが、同日発売された。2015年3月19日にプレイステーション4、x b o x One 向けに、ファイナルファンタジー零式 HD、各種特典付き、ファイナルファンタジー零式 HD アルティメットボックス、および PS4 コラボ本体同梱版。 プレイステーション4ファイナルファンタジー0式 HD スザクエディションが発売された。同年8月19日にはスティーム上で PC 版の配信がされた。2006年5月にファイナルファンタジーアギトィンというタイトルで携帯電話用アプリとして発表。その後2008年8月にプラットフォームが PSP に変更。2011年1月にタイトルが ファイナルファンタジー霊式に変更となった。霊式というタイトルは新しいシリーズの出発点という意味と東洋風の世界観に合わせるという狙いをもとに本作のクリエイティブプロデューサー兼キャラクターデザイナーの野村哲也が名付けた。筆文字の霊式ロゴのデザインはアートディレクターのナオラアリスケが書いた。タイトルが変更になったのは ファイナルファンタジー13の関連作品ではなく、マルチプレイが特徴の新しいシリーズのスタートであることを強調するためだが、同じ神話を共有するファブラ・ノバ・クリスタリス作品であることに変更はないとしている。なお、スマートフォン向けとして、本作と世界観を共有する RPG、ファイナルファンタジー・アギトが2014年5月より配信されていた。テーマソングには、 日本のロックバンドバンプオブチキンが本作のために書き下ろしたゼロが起用された。なお、ディレクターを務めた田畑氏は、この曲なくして本作は完成しないとコメントした。2011年8月11日から11月21日に無料体験版として、ファイナルファンタジー零式試作型版夏日が配信された。この体験版では、 主人公達の夏服を入手することができ、体験版のセーブデータを製品版に引き継ぐことで、製品版で夏服を着用することが可能である。なお、スクウェアエニックスメンバーズにて夏服を入手できる手段もある。その後、同年11月22日より、製品版の一部をそのままプレイ可能な無料体験版、ファイナルファンタジー0式体験版、ゼロ式、 が配信されている。アクセサリー、グローエッグと主人公14人分の夏服を所持した状態でスタートすることができる。また、ゼロ式のセーブデータは夏服、アイテム、キャラクターのレベルなどはすべて製品版に引き継ぎ可能となっている。2011年10月30日付のメディアクリエイト週刊ソフトセルスルーランキング。 ファミ通週間ゲームソフト販売ランキングで首位を獲得。初動売り上げは47.2万本を記録した。また、2011年10月度のファミ通月間ゲームソフト販売ランキングで首位を獲得した。週間ファミ通の2011年10月20日号では、外伝とは思えない、高密度なファイナルファンタジー作品。キルサイトなどのシステムによって戦闘がとても気持ちいい。 アクション性の高い作品になっており、既存のファイナルファンタジー作品とは大きく異なっており、なおかつ圧倒的なボリュームになっている。と評された。ファイナルファンタジー例式 HD は PSP 版を HD リマスター化し、音質の向上やゲームバランスも調整した作品。ストーリーの変更や追加は特にない。2015年3月19日に p s エクスボーン向けに発売され、初回特典には、ファイナルファンタジー XV の体験版ダウンドードコードが付属。同年8月19日には、スティーム上で PC 版の配信がされた。主な変更点は、などがある。クオンの昔世界に4つのクリスタルが現れた。人々はクリスタルへと集い、4つの国を築く。 スザク白古原武装流世界の名はオリエンスら線の外側を巡るアギト待つ世界魔道院ペリシティリウムスザクに集う生徒たちは13のクラスに分けられ厳しい規律と訓練のもと日常と現実を共に過ごし絆で結ばれし仲間は鋼と地の戦いの中クリスタルに誓いを立てる彼らはこの世に平穏をもたらすアギトという存在になるべく鍛錬を積む カモメレキ842年、水の月、ペリシティリウム白光を要するミリテス広告は、隣国であるスザク領ルブルムへの電撃侵攻を開始。戦線布告と同時に、国境付近へ集結させていた主力艦隊をルブルム各地へと進め、ペリシティリウムスザクへの奇襲を観光。その部隊には、クリスタルより使命を与えられし存在、ルシが含まれていた。ルシを用いた、 国土侵略行為、これはオリエンス4大国が定める平和、協定パクスイコールコーデックスに反する重大な規約違反であった。この侵略を受け、スザク領ルブルム最高責任者、第174代窓委員長カリアイコール氏は6世は、アギト候補生を用いた首都解放作戦を実施。窓アーマーを主戦力とする国軍に対し、ペリシティウムスザクは、 魔法と召喚銃を持って、これに応戦。召喚銃の圧倒的な力は戦艦をも凌駕し、広告軍の奇襲は水際で止まるかに見えた。しかし、スザク軍の魔法攻撃をかいくぐった広告艦隊は、対スザク軍侵略型兵器クリスタルジャマを発動。スザク,クリスタルの完全制圧に成功する。主力である魔法を奪われたスザク軍に対し、広告軍は、 各スザク領にて蹂林を開始、広告元首、指導王は、スザククリスタルの引き渡しを要求。軍事勢力は、魔導院の喉元まで差し迫っていた。なす術もなく、倒れ行く戦士たちの前に現れたのは、四季ンとの候補生、九と九が九を迎え指示式なるそこ脈動せし、始まりの鐘が鳴り響くとき雷のごとき子はねが、響かん我ら来たれり。これは、 クリスタルをめぐる熾烈な戦争に投入された若き戦士たちの物語。主人公は12人いる。パーティーメンバーは主人公12人マキナとレムの合計14人。マキナとレムはこの物語のもう一方の主人公で別枠だが使うこともできる。登場人物は30から40人とのこと。また、過去の FF シリーズの作品群に出演経験のある。 声優も多く起用されている。レグミマキナとレムを除き、メンバーの名前は、トランプの数字が由来であり、それぞれエース、デュース、シンク、サイス、エイト、ジャックたちは7歳の時に、トレイ、ケイト、ナイン、クイーンたちは8歳の時に、セブン、キングは9歳の時に魔法局管理課の外局と呼ばれる施設に引き取られ、候補性配属に向けて育成された。 候補生としての登録は、アレシアの子供とされている。例組の関係者2011年10月26日に発売。初回限定版、通常版の2種リリースであり、前者には、ブックレット、ゲームトレーラーを収録したボーナス DVD が同梱、豪華特殊パッケージ仕様になっている。CD は3枚組の構成になっている。二千十一年十一月七日付の、 オリコン週間アルバムチャートでは25位を獲得。デイリーチャートでは10月28日付で5位を獲得した。また、2011年11月7日付のビルボードジャパントップアルバムスでは17位を獲得した。収録曲作が塩沢天神氏、シナリオ千葉広木により月刊少年ガンガン2011年12月号より連載されていた。アギトとはラテン語で 行動を起こすという意味が込められている。これに伴い、タイトルのロゴ及び背後イラストの色彩も変更されている。当初のタイトル案は、ファイナルファンタジーライブで、次に、ファイナルファンタジー例という候補が上がり、その案で発表準備が進められていた。アギトサーティン発表当初は、当時のモバイル事業部責任者だった、伊藤幸正がプロデューサーとされていた。 伊藤は2009年頃にはカプコンへ移籍しているのが確認できる。ありがとうございます。